交付金のうち一部について記載漏れが見つかりました自民党朝日川支部の収支報告書によりますと朝日川支部の同議3人と市議7人の政治団体に寄付されたおよそ54万円が政治資金収支報告書に記載されていませんでしたこの寄付は去年1月と11月に 自民党朝日川支部が主催した政治資金パーティーの収入の一部でした同議三人と市議三人は一部を記載せず市議四人は報告書を提出していませんでした政治に対する不信を助長しかねない非常にまあ大きな問題だというふうに受け止めておりまして真摯に受け止めて対応を進めてまいりたいとそのように考えているところです 信頼を置いている方々に、えー、今回の事件とは全く種類が違うけども、あの、誤解を招くようなことになってしまったことを心から、あの、お詫び申し上げたいと思います。事務所長の例えミスだったとしても、皆さんにちょっとそういうふうにご迷惑を心配をおかけし,しまった部分では大変申し訳なかったなというふうに思ってます。同義三人はいずれも事務的なミスだと説明していて、報告書を訂正するなどの対応を行っているとしています。